Hello and welcome to the Red Bull Ring. Just a few minutes to go and the MotoGP class Austrian Grand Prix will finally begin. As you can tell from the footage we're broadcasting from the track, we're looking forward to great weather for the race. はい、どうも皆さん、こんばんは。 MotoGP2020 やっていきたいと思います。ついに今回は決勝、1番のジャック・ミラー選手、2番のアンドレア・トビッチ・オーゾ選手。ドゥカティ勢はやっぱここ早いですね。実際でも僕は今回4番手スタートですね。1列目に並べなかったっていうちょっとね、悔しさがあります。実際の、ね、レースだとね、中上選手2位からスタート、2番手からスタートというところでね、かなりいいところから始まっていたところではあるんですけれども、さあここで中上隆明選手です。なんかね、来年の MotoGP のゲームもうちょっとこう人間の顔リアルにしてくんないかなって。バイクとかはね、めちゃめちゃリアルになってきた感じではあるんだけど、やっぱね、海外のゲームのここがダメっていうのはちょっとあれだけど、本当人の顔、特にバイク系のゲームって、僕他のライドとか、あとマントー TT とかも実はやってるんですけど、顔がね、もうちょっと力入れようっていう感じです。さあ今回のグリッド、ミラー、ドビッチ・オーソ、クラッチロー、タッカ・ペトルッチ、クワルタラロ、マルク・マルケス、アレックス・マルケス、はいも言えませんでした。モルビデイ・アレイシ、はいも言えません。これ早すぎるんだよ、ちょっと切り替わるの。いつも思う、これ言えたこと一回もないもん。全部どっかで噛んで終わる。さあウォーマープラップ、ウォーマープラップ、違う、まあいいや、始まります。ジャック・ミラー選手、頭に整えてね。さあスタートいたしました。いいスタートをなかなか切れてるのではないでしょうか。ここで一気に1位に咲く、帰り行くかと思ったら、とドゥカティーゼ早いです。やっぱりもう本当ドゥカティはね、直線早いですよ、負けないですよ。ただこれちなみに3回取り直してるかな。ここで言うかって話なんですけど、やっぱね、でも結構いい感じでドゥカティが抜きにかかってきて、僕がブレーキングで気合を見せるっていう。おーっと、ここで危ない、あともうちょっとずれてたら転んでました。そう、あそこのコーナーはとても難しいセクションですね。ただこの僕の好きな第3セクターから一気にドビッチ・オーゾを抜きにかかっていきたいと思ってます。さあゴリゴリにインを攻めて、ここからの立ち上がり、アクセル全開、もうアベレージスピードが高すぎて、レッドブルリンクは本当にバチッとね、ちゃんと走れるとね、気持ちいいんですけどね、もう本当に転ぶ、まあ、何回転んだか分かんないんで、あんまり上げてないですけど。で今回ね、もう3周しか、6周の動画の方がいいのかな、なんかちょっと作ってて思ったんですけど、今ちょっとその動画自体を迷走してて、この前まではそのリプレイ視点と走行視点を組み合わせた、ちょっとね編集に手間のかかる動画作ってたんですけど、なんかね、その再生数とか見てると、そういう動画よりも普通にプレイしてる動画の方がね、なんか見られてるな、まあそりゃそうかみたいな。モード GP 好きで見る人っていうのは、多分このゲームやってる人が多分見るような動画だと思うから、ほとんど僕がやってるやつって。まあちょっとね、しばらくはこのね、リアルなプレイ視点でね、もうミスというかリワインドも一切使わないガチなプレイの方がいいだろうなっていうので、ちょっとね、そんな感じで今動画を作ってね、やっているようなところではあるんですけど、まあね、こうやってね、僕が喋ってる間にコンマ4秒離して独走状態を今気づいております。そう、最初でもその買って始めた時、結構アップデートかされてるんで、そのマシンの多分フィーリングとかも結構変わってきてはいるんですけど、本当に最初その中上選手使った時に、これ勝てなくねみたいな、おっと危ない、
そう、勝てなくないみたいな。もうなんか全然直線で抜かれるし何これみたいな感じだったことがあって思ったことがあったんですよ。それがね、こうやってね、一応ね、難易度をまあ 80% ね、で一応できてるんでね、まあちょっとね、個人的にはね、良かったかなとかっていうふうに思ってはいるんですけど、もうここからミスは許されません。転んだら終了です。今ね、リアタイヤがね、浮きました。軽いジャックナイフ状態と思ったら、このフロントが浮くっていうね。そう、もう接地感がなさすぎるでしょっていう。なんか、道路走ってるバイクとはちょっとまた別物ですね。MotoGP っていうのは本当に。こんな乗り方、普通の二輪じゃないし、普通の二輪じゃないっていうか、まあ、その公道でこんな乗り方しないし、絶対に。うん、こんな傾けないし。うん。いい感じにね、離してね。まあ、勝てそうですよ、今回は。やっと。なんかね、前確か動画上げた時も、確か2位でね、そう、結構悔しいよ。しかもドビチョーゾに抜かれて、なんだかんだドゥカティとね、ちょっと因縁があるところではあるんですけど、今回は、この辺あたりで僕は、勝ちを確信しました。もう後ろについてきてるやつは、結構離れてると。よしっていうところで、80% で、今回勝つことができました。イエイと。これをね、僕はね、今度ね、中上選手見れるの、楽しみに待ってるんでね。これからも頑張ってください。ということで、今回ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。